まよ。今日も仲がよろしいようで。何言ってるの、ただの幼なじみ。彼女もできないから近所のよしみで一緒に来てやってるだけ。人は心の奥底で自分の幸せのためなら他人が不幸になっても仕方がないと思っています。でもそうやって手に入れた幸せは本当の幸せでしょうか。人はどうやったら幸せになれるのか、そんな幸せの定義を解き明かしていきましょう。あー静かに、転校生を紹介するぞ。おい神崎。神崎薫です。父の転勤が多く、この学校もいつまでいられるか分かりませんが、よろしくお願いします。みんな仲良くしたってな。はい、みんな気をつけて帰りや。今日も部活？なんで？一人で帰れるでしょ。じゃ。あいか。あ、ごめん。今日は大事な用事があるから。そうなんだ。先輩、私と付き合ってください。あー、ごめん、僕彼女いるし。それは知ってます。でも別れてください。私だったら先輩を幸せな気持ちにできます。そうかな、僕はそうは思わないけど。え、カジマくん、練習始まるよ。もう行かなきゃ。ごめんね。まだ、あ、なんでよ。どうしたの。なんでもない。この瞬間、先輩の彼女は不幸になることから救われました。その代わり、愛香は不幸のどん底に落ちてしまいました。人は自分が不幸になったら、いや、不幸だと思ったら、いろんなものに頼りたくなります。たとえそれが罠であったとしても。例えばこんな風にね。私の方が絶対先輩を幸せにできるのに。午前0時に幸せな人生を送るための指令があなたを変える？幸せな人生を送るための指令？そんなのあるわけないじゃない。私だったら先輩を幸せな気持ちにできます。
そうかな、僕はそうは思わないけど。今日、職員室にプリントを集めて持っていく時がある。そこで誰かがやろうとしていても必ずあなたが持っていくこと。え、何？こんなことで幸せになれるの？学級委員長、プリント集めて後で職員室まで持ってきてくれるか？先生お腹壊してもうて、トイレ行きたいから！行く用事があるからプリント持っていくよ。そう、じゃあお願いするね。いやー悪い悪い、もうお腹が超特急や。昨日食べた期限切れのプリンが悪かったんかな。ありがとう。せや、お腹の調子悪くて飲まれへんから、お礼にこれやるわ。ありがとう。ラッキー。本当はあの飲み物、レナがもらうことになっていたのですが、結果として愛華が手に入れました。ちょっとした幸せですね。でも先生のお腹の調子が悪くなるという不幸のおかげでもらえたわけで、レナも自分がプリントを持っていかなくてよかったから、それでハッピーなのかもしれません。やばいやばい、やー大丈夫ですか先生？さてと、昨日はどうでしたか？小さな幸せを手に入れられたのではないですか？今日は数学の小テストがあります。ああ最悪。その答えです。はい、そこまで。隣の人とプリントを交換して答え合わせするで。嘘だろ。惜しい、1問間違いで90点ね。どうしたの？早く返してよ。信じられない、100点だ。本当だ、100点。なんや愛華、すごいやないか。やった、勉強で褒められるなんて初めて、幸せ。すごいじゃない。
小テストいつもほとんどできないのに。失礼ね。ごめんごめん。でも先輩に振られて落ち込んでるかと思ってたけど案外元気だから。何かいいことでもあったの？うん、人生攻略サイト見てるから。何それ？毎日午前0時に更新されてその日すべきことが書いてあるの。そしてその通りに行動すると幸せになるんだよ。ちょっとだけだけどね。愛花それやってるの？うん。大丈夫なの？私の行動でちょっと不幸せになる人がいるそうだけど大したことないし大丈夫だよ。ひょっとしてさっきの小テストも？うん。それって不正じゃない？ダメだよそんなことしちゃ。やめなよ。誰かを不幸にして自分だけが幸せになるのってよくないよ。愛花がダメになる。勉強やスポーツが万能なレナには劣等生の私の悩みなんてわからないよ。私がちょっと幸せになったからって悪者呼ばれするのはやめて。レナのそんな優等生ぶるところが大嫌い。ああ、やってしまいましたね。さてと。もう、早く更新されないかな。今日の指令はと、あなたの運命の相手はケンゴです。え、ケンゴと付き合うと必生幸せになります。徐々にケンゴに接近していきましょう。レナとケンゴは幼なじみで仲がいいけど別に付き合ってるわけでもないからいいよね。まずはケンゴにアタックしてあなたの意思を伝えましょう。おはよう。おはよう。どうしたの急に。いつもと同じよ。いや、おい、ちょ、おはよう。今日はケンゴと二人だけでテラスでお弁当を食べましょう。あなたの作ったお菓子も忘れずに。よし、今からクッキー作ろう。ケンゴ、今日はテラスでお弁当食べない？二人で。え？うん。私クッキー作ってきたの。お弁当の後に一緒に食べよう。おいしいよ。ちょ、今日はケンゴとレナが喧嘩をします。レナにいろいろ言われ落ち込んだケンゴを慰めてあげましょう。そうなんだ。なんで喧嘩なんかするのかな。どうしたの？元気ないね。なんでもないわよ。ひょっとして最近俺と愛花の仲がいいからやきもち焼いてるのか？何言ってるの？
あんたとはただの幼馴染でさ。おっと、怒るところが怪しい。もう、勉強もスポーツもできないくせにチャラチャラして、ちょっとは落ち着きなさいよ。なんだよその言い方は。それあれなわ、勉強もスポーツも万能だから俺のことなんてどうだっていいんだろうけどさ。バカ、何も分かってない。偶然話を聞いちゃったけど、ひどいよね。あんな言い方はないよ。うん、できる人って私たちみたいな劣等生の気持ちなんか全然分かってない。そうだよな、俺の気持ち分かってくれるのは愛花だけだよ。誰かを不幸にして自分だけが幸せになるのってよくないよ。俺の気持ち分かってくれるのは愛花だけだよ。なんだかレナに悪いことしてるな。うまくいってますか？もう少し健吾の気を引くような会話を続けましょう。でもあなたの思いを伝えるのはまだ。今告白すると失敗してあなたは幸せになれません。私だけが幸せになっていいのかな。どうしたんだよ、アイカ。ケンゴ、私と付き合って。なんだよ、急に。友達じゃダメなの？ダメなの、ちゃんと付き合ってほしいの。ごめん、実は俺、小さい時からレナのことが気になってて、未だに告白できずにいるんだ。何のこと？いや、何でもない。あ、今私の言ったことは全部忘れて、レナにも内緒だよ。変なやつ。この間はごめん、言い過ぎた。いや、気にしてないよ。俺の方こそ。これでよかったんだ。神崎さん、もう帰るの？うん、急
急にお父さんの仕事の都合でまた転校なの。そうなんだ。短い間だったけどありがとう。それじゃあバイバイ。元気でね。人ってたまに予想に反した行動をします。たとえそれが自分の不幸につながろうとも。まか不思議な生き物です。Thank you.